にちは。宮野小林と小林の方です。今回なんですけど、くっちゃん地元の方に三島さんの芝桜行きましたかって教えていただいて、いや知らないですっていうことで調べたら、あのくっちゃんの観光地になってる三島さんの芝桜っていうのがあるみたいなんで、ここに今日は散歩というか行ってみたいと思います。で、運動がてら、あの車で行こうか迷ったんですけど、歩いて行こうと思います。で、今すでに15分ほども歩いて、今くっちゃん町駅のちょうど東側を歩いてます。こんな感じ。どうでしょう。15分ぐらい歩いたら三島さんの芝桜に行けるっぽいので歩いて行きたいと思います。運動全くしない、スノボシーズン終わってから運動全くしてないので、ちょっと久しぶりに運動してちょっとしんどいですけど、頑張って歩いていきたいと思います。ここ臨時駐車場ですね。結構もういっぱいです。今日は土曜日なんですけど、待ってる。なんか庭先市お店やってる。とりあえず芝桜行ってみます。臨時駐車場過ぎたらこういう看板がありました。路上駐車とかはできないので、車で来る方は駐車場に停めないといけないです。こんな感じでみんな向かってますね。見ていた、すごいピンクの絨毯が広がってますね。もうちょっと行きます。すごい、向こうにもある。やっぱ三島さんすごい三島さんすごい。結構観光地になってるんで人は多いですね。土曜日なんで特に。三島さんのご厚意で一般開放されてるみたいです。見どころは5月の中旬から6月の上旬です。東京のこういうところがあるのはすごい嬉しいですね。癒されました。めっちゃ綺麗でした。駐車場は今日土曜日なんですけど結構いっぱい、
ぽいなって感じで、ね、早めに来た方がいいかもです。詳細は、概要欄にくっちゃん町のホームページ置いときます。そこに場所とか臨時駐車場とかの情報載ってるので、ぜひ寄ってみてください。めっちゃ綺麗です。とりあえず、また30分ぐらい歩いて運動しながら帰りたいと思います。じゃあねー。